エドワード・マイブリッジによるフェナキストスコープ用、円盤フェナキストスコープ、またはフェナキスティスコープは、回転のぞき絵に先駆けて登場した初期のアニメーション機器。1831年、ベルギーのジョゼフ・プラトーとオーストリアのジーモンフォン、シュタンプフェルが、ほぼ同時に発明した。日本語では、驚き版という故障もある。これは、1970年代に、 日本でフェナキストスコープを復元した古川拓が驚き版として命名したものとされている。一般的なフェナキストスコープは軸に垂直に取り付けられた回転する円盤である。円盤にはアニメーションのコマに相当する絵が順に描かれており、コマとコマの間にスリットがある。この円盤を回転させ、絵を鏡に映し、動くスリットから透かしてみる。加減運動を利用し、 スリットを通すことで、ブレがなくなり、絵が動いているように見えるのである。別の形状としては、絵を描いた円盤とスリットのある円盤を別々にしたものがある。こちらは、鏡が不要という利点はあるが、扱いにくい。ゾートロープや、プラキシノスコープなどとは異なり、フェナキストスコープは一度に一人しか楽しめない。名称の由来は、ギリシア語、ファイープシロニューカッパシグマタウカッパ 騙すサイ、目である。目を騙して絵が動いているように見せることから来ている。フランダースインターナショナルフィルムフェスティバルでは、映画制作に貢献した人物にスペシャルオーノラリー、ヨゼフ・プラトーアワードとして、プラトーのオリジナルのフェナキストスコープの複製品を贈呈している。ありがとうございます。